何？あ、そっか、今日ホワイトデーだ。え、バレンタインのお菓子？ありがとう。白いダース一番大好き。よく私の好きなもの知ってたね。じゃあ私からもお返ししてもいいかな。私からのお返しはこれだよ。一緒にお揃い着やね。毎度バカバカしいお笑いを一席。いやー、2月3月は浮かれてる人が多い。2月は特に男が、3月は特に女が浮かれてます。そう、2月はバレンタインデーで、俺チョコもらえるかな、俺今年チョコもらえるかな、と浮かれている人が多い。そして3月は、私クッキーもらえるかな、と浮かれてる女の人は一人もいない。今年のお返しなんだろう。あれだけあげたんだからどれだけ返ってくるんだろう、と全ての女の人は浮かれてます。ねえねえ、これ受け取って。え、何これ。あ、チョコレート、ありがとう。うんうん、全然大丈夫。お返しは何でもいいから。お返しは何でもいい。お返し、え、このチョコレート有料なの。いや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 、見返りを求めるサンタさんがいますか。お年玉をあげたおじさんが10年後取り立てに来ますか。チョコレート、バレンタインのチョコレートはとてつもなく恐ろしいものです。おいおい、お前今年バレンタインいくつもらった。俺10個もらったよ。10個、10個、お前大丈夫か。大丈夫ってなんだよ。お前な、バレンタインのチョコは強制借金と一緒だぞ。強制借金、お前見てみろよ。ほとんどチロルチョコの詰め合わせじゃねえか。お前これ1個300円ぐらいだぞ。お前な、女子のネットワークは怖えぞ。しょうもないもん返したらな、すぐに広まるからな。いやいやいや、だとしてもさ、もらったら嬉しいだろ。お前じゃあチョコレートもらったことないのかよ。もらった時どんな気持ちなんだよ。バレンタインチョコをもらった時の気持ち？じゃあ謎かけで答えてやるよ。なんで謎かけなんだよ。じゃあいいよ、謎かけで言ってみろよ。バレンタインチョコをもらった時の気持ちとかけまして、6ヶ月休んでる OL と解きます。6ヶ月休んでる OL、 その心は。どちらもサンキューです。お後がよろしいようで。ありがとね。2月、先月か、バレンタインデーですね。チョコレートもらったりもらわなかったり。今日はね、お返しのホワイトデー、ホワイトデーっていうことでね、あの、お礼をね言った方がいいのかなと。もうお礼といえばね、あの、あれ最近さ、あれじゃん、地球が結構さ、やばい状況じゃん。いろいろやばいものあるんだけど、まあやばいって言えば結構ね、その、もともとやばいんだけど、まあ、地球はあの、ね、いろんな宇宙船っていうの、宇宙からこう来るさ、危険なものをね、電磁波でも持ってる。電磁波。それ以外にもね、結構あの
守ってくれてるものがあって、あの月とかね、例えば月、月はね、あの月は重力、地球との重力が強いから、あのなんていうの、自転運ができないんだよね、ロックされちゃって、地球に対して月が大きすぎるんだよ、ロックされちゃってて、月の、月はずっとこっちを向いてる、後ろも見えない、後ろこの間見てみたらやっぱね、こう穴ぼこだらけだったね、だから いろんなこう隕石とかさ、地球にそのまま月に当たんなかったら地球に来てたようなね、隕石とかも守ってくれちゃってるんです。で同じ理由でね、その木星、木星も結構、木星大きいでしょ、木星大きいからね、さらにこう、あの地球にぶつかるであろういろんなものをね守ってくれたり、して、あとその守ってるのは地球の電磁波っていうの、電磁波、電磁波っていろいろあってね、あの地球上でこう見えてるもの、見えてるものもね、こう実は電磁波、電磁波って言いたいでしょ、うん、電磁波ね、あの見えてるものはね、可視光線っていう波がね、これぐらいの波、この波がね、あ、波の光を実はね、で光のそのよくさ、昔は携帯電話こうやって喋ってると電磁波が脳に直接どうのっていう話あったでしょ、あれはね、あの携帯電話の電磁波、今 5G までなってだいぶね、波が可視光線よりも、でも全然可視光線よりもこう緩やかな 5G ぐらいかな、だいぶね縮まってきたけど、まだまだ全然大丈夫なんでね、で可視光線より波がちっちゃくなってくると今度ね、人体に影響がね、まあ、一番分かりやすいのが紫外線、紫外線は肌にね、日焼けとかするんでしょ、あれ紫外線の仕業ね、でそれからもっと先行くとこう X 線とかガンマ線とか聞いたことあるでしょ、ね、X 線はレントゲン撮るときね、レントゲン、撮るときにやったりするやつね、それよりねこう波が緩やかになってきたのが、そのなってんのがその、いろんなテレビもラジオも、ね、電波だったりさ、電磁波だっけ、今日はね、ちょっと電磁波の日だ、電磁波の日だよね、今度また近くで言うと26日カメアリーナ大会、おじさんはそれと別に27日にねタイトルマッチがあって、川崎ラボで、で4月に3日になると思ったね、新宿フェイス、ね、地球の部屋を守っちゃうからね、今日はねまだ誰も来ないからもうちょっとだけやるかな、まあとにかくみんなね、ありがとういつも、だから26も来てね、4日も27も、待ってるよ、じゃあね。一緒にゲームしたいの？そう言うと思ってちゃんと用意してるよ、バレンタインありがとう、これで一緒にゲームしよう。バレンタインデーはチョコレートありがとうございます、これはお礼のフンガーポーズです、フンガー。